空将、ここじゃないけど思い出すな。だんまりか。ようやくこの三人になれた。邪魔者はいない。どういうつもりだ。全部説明してもらうぞ。いいね、その目。俺を憎んでるんだろ。I mean, Sakurai, yeah, but no.当然だ。お前が犯人なんだ。僕たちをこの世界に閉じ込めた張本人だろ。僕らを疑心暗鬼に陥れてバラバラにしようとしていた。みんな俺を犯人に従るよな。Right. 俺じゃないのに。Right. お前だ。違う。俺は犯人じゃない。影山が証明してくれただろう。それは。いいぜ、きっちり全部説明してやる。そもそもそのつもりだからな。してみろよ。お前、量子って知ってるか？ I know what is quantum physics, but what was the word quantum? Is it like a sample? なんだ、急。いいから答えろ。名前くらいは。Yeah, same. 量子ってのは要するに超小さい粒のことだよ。 yeah, okay. この世の物質の最小単位。 yeah. 原子や電子も量子の一種だ。 My friend told me that. He's a physician too. あまりに小さすぎて量子には通常の物理法則が通用しねえ。何せこいつら人間でもないくせに空気を読みやがる。空気を読む。量子は人に観測されている時とされていない時で動きが変わる。見られてることがわかるんだろうな。不確定性原理ってやつだ。それくらい知ってんだろう。量子はまるで意志があるかのように人の視線を読み振る舞いを変える。そして時には人の願いを読み取り。視線？願い？そんなものが物質に影響を及ぼせるのか。アメリカにバーニングマンという祭りがある。人々が熱狂する世界的な祭典だ。 I love this festival. I wish I would go there once. I basically heard that it's in America and from a drag queen in Willem I knowabout this festival and it really seems amazing. そこに0と1をランダムで吐き出す量子機器を持っていく。本来なら0と1が出る確率は 50% だけど、祭り中はそのパーセントが偏る。盛り上がることに確率は大きく0に偏っていく。 What do you mean? これが感情は量子に影響を与えるのではないかという仮説が生まれたきっかけらしい。量子は時をも超えられるものだ。この世界を構成している量子に影響を与えることができれば世界は簡単に変えられる。 I don't think that's what was about this festival. それが何だよ。ある特定の条件下で強い感情が発生すると量子が強く影響を受けて世界を作り出す。例えば通り魔に誰かが殺されたとする。犯人が見つからなければ現実世界ではそれまでだが、強く強く思えば犯人を糾弾する世界が発生する。時が止まったような。誰もいない。ただその犯人を殺すためだけの世界。時が止まったような。だってそう、クロノス。
世界だ。犯人を突き止め殺すことができれば、黒の世界は目的を達成し、現実世界が書き換わる。この世界は人々の感情が生んだ世界、ある意味精神世界のようなもので、与えられた肉体は仮初めに過ぎない。じゃあやっぱり二階堂、二度と自殺なんかしないでくれ。死んだのは二階堂。違う、そいつは、二階堂は犯人だ。二階堂は犯人、死んだのは別にいる。 Yeah, I could assume from the beginning that she could be the culprit, but I don't really know who died. Is it the other Kamiya? 別に。いい加減思い出せ。そいつはお前にとって大事な人間だったはずだ。そいつはお前のたった一人だけの大切な家族だっただろう。Wait, no, because so it's my sister.So she killed a member of my family because she was my sister and she committed suicide. Something like that? お兄ちゃんはヒーローみたいだね。ね、今日はどんな冒険をしてきたの？Lin Sakurai? こんなんで、リンを守っていけるのかな、僕。お兄ちゃん、眠れないの？リン、起きてたの？お兄ちゃんが独り言ばっかり言ってるから起きちゃったよ、もう。ねえ、お兄ちゃん何か悩みがあるの？リンにお悩み相談してみたら？別に悩みってほどじゃないよ。ただどうして僕はこんなにダメなんだろうって考えてただけ。さっきも洗い物手伝おうとしておばさんの皿割っちゃったし、頭も良くないし、僕って本当にカッコ悪いなって。
リンはお兄ちゃんかっこいいって思うけどな。頑張ってるお兄ちゃん、なんだかテレビの中のヒーローみたいなんだもん。ヒーロー？うん、ヒーロー。僕のどこがヒーローだよ。何もできないし、弱いし。ちっちっち。お兄ちゃんは分かってないな。正義の味方はね、弱いからかっこいいんだよ。いや、弱いならかっこ悪いだろ。違うの。弱くても人のために頑張るところがかっこいいの。失敗ばっかりしてるけど、めげずに何度も立ち上がるヒーローを見てるとね、リンも頑張らなきゃって元気が出てくるから。リンはね、お兄ちゃんが一生懸命リンのいなくなったお父さんとお母さんの代わりにリンを守ろうとしてくれてるんだよね。だからお兄ちゃんはリンのヒーローなんだよ。リンは体が弱いからお外で一緒に戦うことはできないけど、オペレーターの人みたいにお兄ね。だから一緒に頑張ろう。僕、どうして国語の点数が悪いのかな。あんなにたくさん勉強したのに、国語だけはちっとも成績が良くならない。お兄ちゃんは一回お話を読み出すと夢中になっちゃうもんね。登場人物のこと考えるとテストどころじゃなくなっちゃうんでしょ。うん、特に今回はこのキャラがちょっと凛に似ててさ、どうしたらこの子が幸せになるのかって考えてたらテストの時間が終わってて、この癖直さなきゃな。ううん、直す必要なんかないよ。テストでいい点を取るよりも人のことを真剣に考えられる方がすごいって。ほら、元気を出して。優しいお兄ちゃんにリンが100点満点をあげるから。 What is happening?I'm confused. みんなね、お姉ちゃんのことばっかり褒めるんだ。お姉ちゃん綺麗だし、頭もいいし、彼氏もいるし。なのに私はどうして同じようにできないのかな。比べる必要なんてない。ユウにはユウのいいところがあるよ。嘘だよ、みんなお姉ちゃんばっかり褒めるもん。ううん、ユウの良さはちょっと人に伝わりづらいだけだよ。例えばさ、ユウは綺麗な景色を探すのが上手だよね。こないだの虹だってユウが一番に見つけたし。そうだ、写真とか撮ってみたら。見つけた景色を写真にしてみんなに見せて、私はこんなに綺麗なものを見つけられるんだ、すごいでしょって自慢しようよ。写真？私にできるかな。できるよ、絶対。ユウが見てる景色、僕にも見せてよ。高橋がさ、冬休みの間に転校しちまったんだ。クソ、転校するなら言えよ。これじゃあこの間の喧嘩謝れないまま。転校急だったもんな。高橋の転校先ってどこだっけ。大阪って言ってた。遠いよな。いや、関西なんてすぐだよ。落としたままだ残ってるだろ。新幹線なら日帰りだよ。じゃあ今から謝りに行こう。僕も一緒に行くよ。は？
いや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 、京介、お前何言って。新幹線なんて小学生だけじゃ。それに、いきなり言っても高橋に迷惑が。ごちゃごちゃうるさいな。考えなしがお前のいいところだろ、町工事。じゃあ考えるなよ。謝りたいなら謝りに行く。それだけの話。いいの？今謝らないと一生後悔するかもよ。 Don't tell me we're cycling through characters. この間、no, 俺が糾弾したクラスメートがさ、seven of them. 学校に来られなくなって。そっか、神谷、それで悲しんでたんだな。何を言ってるんだよ。悲しいわけないだろ。俺は正しいことをしたんだから。お父様も言っていたんだ。腐ったみかんを取り除くのが政治家の役割だって。そこの悪いあいつらがいなくなったおかげでクラスの雰囲気も良くなったし、だから悲しくなんて。知らないよ、神谷のお父さんの言葉なんて。僕は神谷の話をしてるんだ。何が正しかろうが、神谷が悲しいなら泣けばいいんだよ。涙を我慢してるとどんどん弱くなっていくぞ。何を言ってるんだ。涙をこらえた方が強くなれるに決まってるだろ。いいや、泣けるやつじゃないと泣いている人の痛みはわからない。痛みのわかるやつが一番強いに決まってる。本当にお前は不思議なことばっかり言うな。泣くやつの方が強い。実を言うと凛の受け売りなんだけどな。弱い僕を凛はいつもそうやって褒めてくれたんだ。それはなかなか魅力的な強さだな。けど俺はやっぱり泣かない方の強さを目指すよ。そうか、神谷がそう言うなら僕は応援するよ。けど神谷、辛くないか。辛い？まさか。お前はずっと俺と一緒にいてくれるんだろう。なら辛くなんてない。俺の代わりにお前が泣いてくれればそれでいいよ。お兄ちゃんたちってなんだかテレビの中のヒーローみたいだね。リン、どうしてこんな大事なこと。Finally. Oh, Jesus. ようやく思い出したみたいだな。Okay, so what really happened, like? リンは死んだ。二階堂に殺されたんだ。I'm not sure about that. What the fuck?何をビビってやがる。早く殺せ。二階堂は生きる価値のねえ人殺しだぞ。Wait. But so who No, she. So who committed suicide? I'm so fucking confused in the story now.すべて事実よ。二階堂。僕は君を殺さない。殺せるわけないだろ。君が凛の死にどう関わっていたのかはわからないけど、故意に殺したわけがない。それに君が自殺したって本当なのか。Maybe she killed Rain, and then she killed herself. I don't know.
君が凛の死にどう関わったのだとしても、僕はそんな責任の取り方望んでいなかった。記憶もないまま人を無罪放免するのかよ。カレンちゃんが悪い子のはずありませんってか。ふざけてんじゃねえ。バカなお前に一応教えといてやる。お前が思ってるより二階堂カレンはずぶといぞ。It might be. Yeah, I would believe that. But... 人を一人殺したくらいじゃ死んだりしねえ。実際リンが死んだ後もこいつは平然としていやがった。何年も追い込みをかけられて、それでやっと自殺したんだ。Okay. The thing is, who are you that you know all of the things? Like, you said that you were a childhood friend, anyways, even though you're not in the clique.You know, you remember everything. 追い込み。人殺し、教室来んなよ。京介くんの妹さんを殺しておいて、どうしてそんなに普通にしてられるの？ちょっと。よう、お前も二階堂をいじめたのか。お前も一緒になって。ああ、そんなやつ俺が手を下すまでもねえよ。正義感に燃えたやつらが勝手に制裁に乗り出してくれたからな。吐き口にされている二階堂を見て俺はゲラゲラ笑ってたよ。見殺しにしたってことか。見殺しっつうか、エンタメとして楽しんでたね。その人殺しがなぶられてる様を見てると胸がスカッとしてくるからな。リンも喜んでいたはずだ。みんなが自分の復讐をしてくれているってな。リンを大義名分にするな。お前はただ傷つけられる誰かを眺めて楽しみたかっただけね。お前みたいな奴は別に相手が誰でもよかったんだ。ただこの時は二階堂だっただけで、ただ弱者がいたぶられる様を楽しみたいだけだろ。え？どうする？俺が愛しのカレンちゃんが苦しむ様をニヤニヤ笑って見ていたんだとしたら、お前のことだけは許せない。俺が憎いか？当然だ。お前が手を差し伸べてさえいれば二階堂は死なずに済んだ。そうだよな、その通りだ。俺が助けていたら二階堂は死ななかっただろうな。このおかしいと思わないか？何が？どうしてお前いじめを止めなかった？僕も二階堂のいじめを。ああ見てたね。俺と一緒に仲良く傍観してたぞ。あの時は痛快だったよな。あ、覚えてねえか。嘘だ。嘘をつけ、そんなはずがない。なら時間をやるからじっくり思い出してみな。自分が二階堂に何をしていたのかをな。やめろー！Shut up.
こんなやり方は。てめえは黙ってろ。俺とこいつの問題だ。ほら、正義面はもうやめて、そろそろ自分のやるべきことを思い出す時間だぜ。思い出せ。最初から全部。お前が二階堂にどう惹かれたか、どう裏切られて、そしてなぜ凛を奪われたのか、全部な。この世界を終わらせる時が来た。お兄ちゃんたちはヒーローみたいだね。ねえ、今日はどんな冒険をしてきたの？表情一つ変えずに僕たちのこと見守っていてくれた。クールビューティー的な。クールビューティー？そうそう、クールビューティたちは女同士の話があるから、お兄ちゃんは一人で遊んでてね。盗み聞きしちゃダメだよ。早くお嫁さんを見つけるべきじゃないかな。What? お嫁さん？リン、いきなり何言ってるのさ。リンね、最近よく思うんだ。お兄ちゃんは絶対一人じゃダメなタイプだって。誰かがずっとそばにいないとすぐダメになっちゃうって。いや、そんなことないだろ。最近は家事も上手くなってきたし、一通りのことはできるよ。リンはそういうことを言ってるんじゃありません。心の話をしているの。お兄ちゃん、ちょっと目をつむって想像してみてよ。仕事が終わって疲れて帰ってきたお兄ちゃん、家の玄関を開けて、ただいまって言ってみるけど、誰もお帰りとは言ってくれません。だって、お兄ちゃんは一人暮らしだから。嫌な上司の愚痴を言いたくても、誰もお兄ちゃんを慰めてくれません。I mean, I could just speak to Alexa or something, right? だってお兄ちゃんは独り身だから。お兄ちゃん、そんな生活耐えられる？ Oh yeah, yeah, yeah. 確かにそれは辛いかもしれないけど、今から考えることじゃないだろ。結婚相手を探すのは大人になってからでも。ダメダメ。お兄ちゃんは肝心な時に育児がないんだから、後回しにしてたらすぐにおじいちゃんになっちゃうよ。今のうちからお嫁さん候補を見つけておかないと。リンだってさ、いつまでもお兄ちゃんと一緒にいられるとは限らないし、こないだも入院しちゃったし、いつまで元気でいられるかな。冗談でもそういうこと言うなよ、リン。一緒に長生きするって前に約束しただろ。あ、ごめん。でもね、
凛もいつかお嫁さんに行っちゃうかもしれないし。What? だからお兄ちゃんは早く凛より可愛いお嫁さんを見つけなきゃいけないの。 Is this incest story or something? わかった。わかったよ。でも、彼女なんて考えたこともないからな。どんな人がいいと思う？ Jesus Christ. そんなの簡単だよ。お兄ちゃんのことをちゃんと見ててくれる人。見ててくれる人？うん。お兄ちゃんの強がりを見抜いて、辛い時に一緒にいてくれる人。もうお兄ちゃんのそばにいるよ。あとは、どっちかが勇気を出すだけでいいんだから。京介、難しい顔してる。何か考え事？あ、うん。ちょっと今朝、凛がさ。あ、それより京介、見てこの写真。昨日撮ったお姉ちゃんとのツーショット。この服ね、お姉ちゃんが買ってくれたんだよ。かわいい？かわいいよね。今度遊びに行くときに着ていくね。 Jesus Christ, animals on the corridor.神谷君、今日は少しだけ眠そうですね。もしや昨晩も遅くまで予算案を練っていたのでは。もう少しで予算会議ですもんね。うちの会計係が不甲斐ないばかりに神谷君に負担が。諸角、影山の前でそういうことを言うのはどうかと思うよ。ごめん、使えない会計係で。おや、影山君いたんですね。興味がないので存在に気がつきませんでした。 What the fuck? Jesus Christ. What a bitch. 桜井君もいたんですね。いつの間に。 Why do you care? 最初からいたよ。つまりマルチバース宇宙論においてはね、宇宙の内側に宇宙が生まれ、その宇宙の内側にまた宇宙が生まれ、詰まるところ入れ子なんだよ。マトリョーシカというのが正しいのかな。よくわかんねえけど、なんだかバームクーヘンみたいだな。 What? 無限に食えるバームクーヘンあったらおやつに一生困んねえよな。ユリア、そういうの作る研究とかしてねえの？バームクーヘン、君の連想力には恐れ入ったよ。うん、理論上は無限バームクーヘンも可能かもしれないね。隣り合う平行世界と一時的に世界を重ね合わせることで。バームクーヘン、とうとうこの日が来たね。大切なのはフットワークだ。
うおー燃えてきた。対戦チームを一人残らず。僕は外野で指示を出すからね。昨日シミュレーターで対戦相手の動きはバッチリ予測してきたから任せなよ。 This is so bad. Jesus Christ. Why they are showing us this shit? It's like filling content to just bring more hours and more hours. みんな、もうすぐ1回戦だね。ねえ、心を一つにするために、ここらでエンジンでも組んでみようよ。うんうんうん、エンジンいいね。私、京介の隣通った。神谷君、お隣よろしいですか。影山君、ちょっと邪魔なのでどいてもらっても。She's a savage. うん、どうぞ。よし、ユリア、肩車してやるぞ。さあ、乗れ。 What the fuck? どうしていきなり肩車を促されるのか、そこに一辺の論理性すら見出せないけど。うん、せっかくだからお願いするよ。首筋に当てると落ち着くわ。あっ、私も風邪の時はいつもタオルを首筋に巻くの。僕の具合が悪いって気づいたの？お兄ちゃんのことを見てる人はいないってことに。だってカレンさんはクールビューティーだもん。見た目は冷たいけど、いつもみんなのことを見ててさらっとかっこいいことしちゃうんだよ。うん、本当はとっても優しい人だって。まあ気づいたから別にどうということもないけどな。今まで友達だったのにいきなりそういう目で見ることなんて。ダメダメ、お兄ちゃんそんな弱気でどうするの。善は急げって言うでしょ。いやでも。ところでお兄ちゃん、もうすぐカレンさんの誕生日なんだけど、まさかこのチャンスを逃すなんて言わないよね。ね、言わないよね。誕生日プレゼント、見つかるまで帰ってきちゃダメだから。 I literally don't care. Jesus Christ. 服はやめておこう。サイズとかわからないし、宝石もう無理だ、高すぎる。カレンに似合いそうなもの。カレンといえばクールビューティー。 A knife. クールといえば涼しげ。 Cold steel is a good choice. なら色的には青か白か。 I would say then a cold blue steel knife.
man is really falling asleep. このリボンがね、きっとお兄ちゃんとカレンさんを結んでくれると思うんだ。これまでヒーローとしていっぱいいっぱい人のために頑張ってきたお兄ちゃんは、Finally, some action, please. What, she strangled her with the ribbon or something?